とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。今シーズン、30回です。長いね。行きましょう。あれ？え、この前もここじゃなかった？なんかちょっと手抜き感があるんだけどね。いや、でも、出てくる敵は違う。うん。でも同じ場所かい。まあ別にいいんだけどね。ほんとショートカットをね、復活させてください。ここでもショートカットできたんだけど。あれは本当に良かった、あの時代は。30回とかでも、周回にかかるのがね、6分か7分ぐらいだったもんね。あれは早かった。それぐらいの、シーズンがたまにはあってもいいじゃないの。終わり。まあ最初クリーパーが多いけども、気をつければなんとでもなる。一応パワーシェイカー。あれ、ちょっと待って、ここもなんか見たことある。おう、いや、あるよねこれ。え、ま、前シーズンこれじゃなかった？あ、いたいたいた、前ここだったよね。やべえやべえやべえ、いきなり結構戦いにくい場所だ。でも矢は結構出てきてくれるね。矢は出てきてくれるよ、嬉しいし、そんなに時間もかからないので OK でしょう。地雷、おお、ここか。結構終盤に来やすい場所なんだけどね。中盤に来やすい場所だけども、あぶね。これが序盤に来るか、珍しい。でも特に面倒くさい敵もそんなにいないか。うん、そんなに難しくはなさそうだね。しないね。ほう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 、嫌なやつはいる。3回クリア、ちょっと長いな。クールダウン装備はある。ポーションバリアも、いや、いらない、取らずに進みます。で、ここか、この辺外れ。あー、うわー、クリーパーも倒せなくなってる。パワーシェイカー使わないと、もうクリーパーが倒せなくなってますね。まあ、最悪地雷を使っていけば、なんとでもなりそう。おーい、すごいな。クリーパーは今回多めだね。今シーズンクリーパー多め。よし。そろそろ武器が欲しい。よし、クリーパーをね、2発で沈めきれなくなったらちょっと装備が欲しくなる頃だな。終わり。4回クリア。あー、いらないな。いいか。あ、で、ここね、シュルカーがいるとこだ。めんどくせえな。いやー、戦いにくい。お前だよ原因は。よし、 OK。 でも終わりかな。前室は終わりか。あっち側に何体かいるかもしれないね。いるいる。でもパワーシェイカー使っていけば問題ないはず。おお、意外と多いぞ。よし、どこ、終わり。はい、今回クリア。これ長いわ。星夜とカトラス、
一応星夜持っていくかね。そろそろ火力が欲しくなる頃よ。いきます。待って、防具何？何もついてない。ここは問題ないでしょ。いいね、蜂が結構出てきてくれると嬉しい。こっち変なところにも湧くね。よし、いいよ。あ、終わり？もう一回クリア。いやー、ここでも槍か。槍欲しいな。いや、いいや、そのまま行きます。槍もいいけどね。まためんどくさい場所だわ。ここ嫌い。このシュルカーいるところで嫌いなのよね。マジか。あっ、ねえ、ちょっと待って。オッケー、よし、とりあえず取ります。で、ここか。地雷を置いて戦っていこう。地雷を置いときゃちょっとはマシでしょうよ。おい、やべ、よし、なあ、やめろって。うわ、むちゃくちゃヘルシー。あ、いるのね。よし、あとこっちに、こいつで終わりか。7回クリア。めんどくさいとこ多い。バトルローブ取ろうか。あー、でも待って、乱射欲しいな。乱射でいきます。うん、乱射の上段パワー1ぐらい入れとこうか。で、ここね、嫌な場所ではある。狭いから。よし、 OK、まあ、最悪ここで戦えばなんとかなるじゃん。なるね。 OK、 いいよ。めっちゃくちゃ減る。もう、よし、耐久力が全然ない。で、あれか、商人でボス。あ、違う。いや、いらんな。ここはなんか安心感があるね、この階は。クリーパーがちょっと多めか。あ、多めだな。でも今回矢がたくさん出てるんで問題はない。しゃ、長弾も入ってるしね。いい感じですよ。よし、おお、いいね。よし、クリーパーがあんだけ簡単に倒せるなら嬉しい。9回クリア。次、いや、違うんだよな。うん、そうね、傭兵よりはマシか。こっちもいいね。近接ダメ。いや、いや、こっちでいきます。うん、もうしゃーなしです。なに、うわ、ユニークか。星夜あげれんならもう乱射だ。輝くか。普通のハープがよかった。でも、まあ、ダブル長弾でいい感じじゃない。うん、ダブル長弾。雪玉から入れとこう。クールダウンはまあパワーシェイカーと地雷なんで大丈夫でしょう。何が来る？どっちだ？バカ！よし、あ、もう勘弁してよ。もう
前だな。よし、オッケー。もう倒す順番完全にミスったわ。よし、終わり。下からね、下から倒さないといけないってことね。わかりました。いらんけど、まあ地雷を一応取っていくか。ここはどうだ、地雷多めに入れちゃいましょう。誰も当たってない。よし、意外と耐久力はもうあるね。そりゃそうか。よし、いいんじゃない。危ねえ。矢はね、結構今回出てきてくれる。よし、でもできればパワーポーションとかの方が欲しいかな。うん、いいんじゃない。あ、クールダウン入れようかな。クールダウンを1入れときましょう。終わり、これで。よし、12回クリア。怒りか。でももうないんだよな、もうユニークはないのよ。次、よし、いいんじゃない。 OK、 意外と地雷がいい感じかも。はい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 。あ、でも誘導しないと当たんないな。よし、終わりか。はい、13回クリア。あー、特に難しくはないね、今シーズン。で、バーストクロスいらない。うん、ここか。何が来る。ちょっと待て、嫌なやつ。あぶねえ。じゃあちょっと待て、まあ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 、もうこれはハーフでいこう。こいつがいるのはちょっとめんどくさい。よし、しゃあ、オッケー、いいんじゃない。まだいるか。おい、ものすげえ多い敵が。よし、いいね。蜂がめちゃくちゃ出るから結構やりやすいかも。よし、終わり。14回。こうガードが多くてちょっとめんどくさい。んで、あ、釣り竿あったあった、今回もある。うん、今回も釣り竿は使っていけますね。ちょっと1個種に変えよう。よし、ここか。多分難しそう。戻って弓で戦いたい気もするけども、まあまあちょっと1回様子見よう。ここでクリーパーが出てきてくれたらちょっと勘弁してほしいけども、大丈夫か。よし、うん、クリーパー出ないからこっちで戦っても全然良さそうね。 OKOK、 クリーパーでちょっと狭いところで戦いにくいっていうならば向こうに逃げた方がいいけど、うんうん、この感じなら全然いけますね。で、ここのステージはこれがめんどくさいんだ。いいかな。うん、
ルアーでここか。いやだ、ちょっと待って。これクールダウン入れる入れる言って入れてない。いいか。火属性をちょっと強めにしとけ。はい。しゃ。OK。スライムにね、この、パワーシェイカーは効果的で結構好き。し、弓をよく出してくれるんでね。いいんじゃない？ OK。うん、リープリーフもいないし、やりやすい場所ではありますね。で、種が、最近出たやつなんで、火力が結構あって、いい感じだわ。うん、種の火力がすごくいい。ナイス処理。なんかめぼしいやつがないなぁ。うわ、ここ、やばそうな気がする。よし。このステージ結構やばいところ多いよね。何シーズンか前のあの序盤とかね、もう結構やばかったもんね。やっぱそのクリーパーはちょっとまずい。おい見え。よし、オッケーオッケー。ここやっぱちょっと注意が必要。特にもうジオマンサー、うわすっげえ嫌な場所。よーし、オッケー。ジオマンサーをとにかく倒せ。よし、ジオマンサー倒さんとここはどうしようもない。終わり。いや、一回やられちゃったな。17回クリアでーす。杖持っていこう。うん、もうパワーシェイカーの攻撃力もうほぼないし変えちゃいます。嫌だなー、嫌だなー。ちょっと待って、ラビジャーこれで倒したい。倒しきれない。よし来い。よし、オッケー。もういないね。ラビジャー2体すごく嫌し、もう火力がない。うん、全然火力が足りない。よし、ちょっと武器が欲しい。なんか武器くれ。ハンマーか。いや、うん、ここで星よろをあげよう。星よろをあげちゃおう。そうね、8を、22でいいや。はい、104。おお、かなり上がった。これなら安定して倒せそう。ボス、あ、ボスだね。2体か1体か。雷の杖はまだ全然使えません。一発ぐらい。どっちだ。おーい、っても、あ、よし、やっべ、あ、これもうあれだ、防具の耐久力がなさすぎるわ。で、弓を使わずにまずあのノビを倒そう。うん、弓使わずにノビを倒した方が良さそうだね。とりあえず1対1で。ちょっと待って、減りすぎじゃない？ちょっと待って待って待って、伸びの攻撃減りすぎだって。ちょっと待って、3発でやられる。伸びの攻撃3発だ。やばい、もう後がなくなった。
え、嘘でしょ。 OK。 ちょっと待って、よし OK、 いいんじゃない、よし、もうちょい、バカ野郎、よし、倒せた。で、残りはエンダーマンのみ。いやー、なかなかだったね。まあこれでおしまいです。はい、後がない、20回クリア。あ、森のやつ2いいんじゃない。うん、もう、あー、全然耐久力が全然足らんかったね。森の矢筒でいきます。防具欲しい。うん、これビーネストアーマー失敗だな、失敗。ちょっとね、耐久力のあるやつを着てきた方が全然いいよ。なんかあったっけ。あ、まあなんかあったでしょ、途中にね。 OK、 いいんじゃない。はいはいはい、ね、いけ。あ、なんでそっちだ、うん、よし、終わりか。はい、はい、21回クリア。あ、コグ強いね。はい、あー、で、こここれとどれするか、テンポセットしようか。ちょっと速度を奪いましょう。ちょいちょいちょい、耐久力な、俺の耐久力はもう全然ないわ。話にならん。よし、オッケー。ダメだ、危ない、やられる。よし、オッケー。こっちこっち、ちょっと待って、ラビじゃこれ太いな。よし、倒した、行くぞ。よし、いいんじゃない。で、まだいる。今シーズンちょっと舐めてたけど、後半、いや、難しくはないと思う。うん、あぶね、難しくはないんだけども、あー、ミスった。装備選びをミスったら終わる感じだ。よし、いらないな。いらねえな。で、防具とりあえず変えようか。これじゃもうとても耐えきれない。うん、これでいい、これでいい。ん、ああ、お、初めて、いや違うな、一回見たことあるかも。いや、うん、あ、あるような気もする。よし、ちょっとコグの火力が結構高いんで、あ、ここあるあるある、反対側にも敵がいるやつだ。よし、もうすんごいな。でも防具がね、さすがに HP 倍以上上がったんで、戦いやすくはなってるよ。よし、当たる？当たるね。よし、終わり。よし、23回クリア。いや、なかなか後半が楽しませてくれるところだね。ああー、うん、このサイズ釣り竿と合う、ものすげえ合う。
ゴーレムだ。はい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 、嫌なやつだね。よし、 OK、 おとりあえず、よし、マジか、よし、お前をまず倒さんと。いいね、いいんじゃない。上にもまだいる、全然いる。やっば、うわ、こっちから起き上がったこいつ、すごいね、すんごいぞ。ほんと後半の攻めが結構えぐい。よし、まだいるんか。よし、いるねー、本当に敵が。後半の敵の数すごい、攻撃力もえぐい。いけ、よし、終わり、次行きまーす。欲しいのがねえんだよね。いや、メイ、うーん、いやー、いいか、どちらかというともう防具が欲しいもん。防具なんとかなんない、なんか突っ込まない方がいいような気がする。大丈夫か。ああ、おお、何でもそれがいるだけ。よし、はいはい、いいんじゃない、それぐらいだったらいい。これにね、レイスもクリーパーもってなるとちょっときついけど。はい、25回クリア。次いきまーす。ドラ、ナイス。ゴーレムかな。うん、ゴーレムとドラだな。行きましょう。確かにタンクはゴーレムいなくなるんだけど、蜂が出るからまだいいよ。はい、なんか変なの来んなよ。あと1回やられちゃ終わりだからね。あー、クリーパーいるか、ナイス。下にもいる、いるね。よし、 OK、 クリーパーは、おい、爆発しろ。26回クリア。よし、もうちょい、なんとかやられずに行きましょう。おお、地雷がまたあるか。でもなんか いまいちな装備が多いよ今回。特に防具ひどくない。あー、バトルローブあれ取ったか、よかったか。いやー、違うな、なんかバトルローブも正解じゃないような気がしてきた。おー、マジか、敵すごいな数が。おお、よし、 OK。 いや、雷の杖ですから倒せない。よし、終わり、27回クリア。いいのねえな。あ、これにしよう。うん、コブクロスボウも強化されるし、クールダウンと雪玉がある。で、ラッシュつけて若干逃げれるようにしよう。うん、 OK、 いきます。ここもやばそう。あんまりね、下に近づきたくない。
あ、いいね、すげえ火力。し、HP 上がってるんで、まあ、防護とかないにしても、ちょっとは持つでしょう。うん。OK。うん、ちょっとはマシよ。いや、全然マシだわ。よし。ちょっとあの、伸びの攻撃でね、バッタバッタやられたのがちょっと痛いな。若干やり直したい気もするけども。でも初見だからね。もうしょうがない。え、どこにいるの？あれ？あれ、いないぞ。上？あ、いた。上かい。よし、ボス来た。武器変えようか。ソーブレード変えます。で、ここはコグクロスボウを上げましょう。うん、127、だいぶ攻撃力あるんじゃない。おお、だいぶあるよ。それに追い打ちまでついてるからね。火力は抜群で、とりあえずのやつをガシガシ入れてみましょうか。 OK、 いきます。まあ、ドラを使って一気に叩けば、あ、待って、1体か、 OK。 あ、OK、 安心した。うん、安心したわ。ちょっと待って、 OK。ちょっと待て、ちょっと待って、雑魚が強すぎる。あぶねえ、あぶな。攻撃力高いね、今回後半から敵の攻撃力がむちゃくちゃ高いです。なので、まあ軽減防具みたいなのが必須になるのかな。まあ、とりあえず、なんとかクリアはできました。お、いいんじゃない。あ、でもまあまあまあ持ってるけどね。もう爆発3、お、3だよ。あ、ジュルフパルスはいらない。あー、うーん、この火力でのオーバーチャージはそんなにいらんかな。一応持っとこうか。うん、一応持っとこう。はい、ということで、タワー初見攻略でした。後半がね、結構難しいところがありますので、まあ、しっかりとあの HP 高めの防具を選んでいくといいと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。